すでに熊本で合宿を行っているなでしこジャパン。その選手を見てみると、かつて主力として活躍した澤さんは引退し、キャプテンを務めてきた三山選手や川澄選手は不在、常連だったメンバーはほとんどいません。今回メンバーの平均年齢は23歳、若手中心のチームに様変わりしているんですね。そんな新生なでしこジャパンを率いるのがこちら、去年から指揮を取る高倉麻子監督です。フル代表では男女通じて初めての女性監督なんですね。これからなでしこはどう変わっていくのでしょうか。先週高倉監督に話を聞いてきました。負けたくない、また絶対上がっていこうっていう思いは、就任した時もそういうふうに思いはありましたけれども。去年のリオオリンピック最終予選、日本は4大会連続のオリンピック出場を逃してしまいます。それまで輝かしい成績を残してきたなでしこジャパンの一時代が終わりました。これまでなでしこが武器にしてきたのはパスサッカー。日本人ならではの高い技術を生かし、細かくパスをつないで相手を圧倒してきました。しかし世界の強豪国はなでしこを研究、徐々にパスサッカーを封じられるようになりました。パスサッカーですごい危険な言葉で、それだけに行くとボール前に行かないので、すごい攻撃が遅くなりますし、チャンスがあったら一発でやっぱりこうゴール前に向かってほしいですし、その辺選手に伝えてるんですけれども。目指すのは手数をかけずゴールに迫る、いわゆる速い攻撃を仕掛けること。先月の国際大会でその速い攻撃が体現できたシーンがありました。この場面、攻撃に転じるとすぐにボールを最前線へ運んでいきます。パスをつないで隙を伺うのではなく、相手の背後をつくなど時間をかけずにより早くゴールに迫る攻撃を目指しているのです。攻撃の鍵はフォワード横山久美。高倉体制になってから7試合で5ゴール。ディフェンスの裏に抜け出す速さはもちろん、シュート力も持ち味。手数をかけない速い攻撃にうってつけの選手です。そしてもう一人、横山にラストパスを出したこの選手にも注目。速い攻撃を演出する若き司令塔、長谷川唯、20歳。長谷川はパスで攻撃陣を操るだけでなく得点力も魅力。156センチと小柄ながら豪快なミドルシュートも得意です。さらに3年前、17歳以下のワールドカップで高倉監督と共に世界一に輝き、指揮官が目指すサッカーを熟知しているのです。やっぱり自分の持ち味は運動量なので、そこを存分に発揮していきながら、味方を使うところと自分で行くところの判断をしっかりして、ゴールだったりアシストでチームに貢献できたらいいかなと思ってます。メンバーだけでなく戦い方も進化した新生なでしこ。高倉監督のもと再び世界一を目指します。世界一にこう連れていかなければいけないっていう立場にいるので、新しいチームとは言ってますけど、絶対負けられないと思うので、より以上に熱い気持ちを持って戦っていければいいかなというふうに思います。